クラシック放送探せ。今月は丹下さんがお休みのため今回もゲストをお迎えしてお届けしていきたいと思います。以前も一度ご出演していただいた日刊競馬の中西徹さんです。よろしくお願いします。さて今週も重賞アーリントンカップをはじめ注目の3歳戦が行われます。番組後半でお二人にじっくり検討していただきたいと思います。ゴールデンバローズ、キロハナ、ロッカフェスタの評価をお願いします。まずはヒアシンスステークスを制したゴールデンバローズ、星いくついただけますか？クラシック候補というんでなければ文句なしにも9点なんですけどね、はい、一応多分この馬の皐月賞とかダービーに使わないと思うんでね、ちょっと番外編ですけど、はい、同じじゃのフェブラディステークスとコンマ8秒ぐらいしか差なかったでしょ、はい、うん、だからもう文句なしに9点か10点でもいいと思います。まあ、丹下さんの評価も芝だと星6つだと聞いております。ああ、そう、厳しいね、はい、それは。なんか UAE ダービーにちょっと行、ね、うん、くかもしれないっていう話で、まあ、あの接種されれば、うんうん、3歳の交流重賞はあのちょっと少ないし、ユニコーンステークスぐらいまでね、そうですね、使うところがないの。あ、そうなんですか、うんうん、だからそのドバインというのはね、はい、うん、選ばれるといいね、次にキロハナ、星いくついただけますか？はい、私の場合はあのランクインしてた、はい、あのリバティに先着したんで、はい、必然的に、まあ、キャリア2000だけなんですけどね、8点8点、星やつがランクインします、はい、お、ランクインですね。あの僕はちょっとね、あの正直今三角に印新聞に載っけてたんですけどね、うん、思った以上に強かったなって、うんうん、ちょっと反省しました、ね、まあ、ちょっと楽しみ。京都の相手に合うんだろうね。そうですね、ディープ3区ですね。丹下さんの評価も星8つとなっております、うんうん、あとは次にロッカフェスタ、星いくついただけますか？